君たちはこの先の人生で強大な社会の流れに邪魔をされて望んだ結果が出せないことが必ずあります。その時社会に対して原因を求めてはいけません。社会を否定してはいけません。それは率直に言って時間の無駄です。そういう時は世の中そんなもんだと悔しい気持ちをなんとかやり過ごしてください。やり過ごした後で考えるんです。社会の激流が自分を翻弄するならば、その中で自分はどうやって泳いでいくべきかを。やり方は学んだはずです。この E 組で、この暗殺教室で、いつも正面から立ち向かわなくていい。避難しても隠れてもいい。反則でなければ奇襲もしていい。常識外れの武器を使ってもいい。やる気を持って焦らず腐らず試行錯誤を繰り返せば、いつか必ず素晴らしい結果がついてきます。君たち全員それができる一流のアサシンなのだから。